それもすごいな。それもすごいですね。楽しいなと思って。ありがとうございます。東芝の小林ですと普通に言うんですけど、CIP の小林で最近言うことにしています。これですね、Linux Con Japan じゃなくて、オープンソースサミットジャパンで発表した内容を、ベースにしています。シビリンクインフラストラクチャープラットフォームって2016年の4月から活動開始し始めて1年ちょっとになるんですけれども、まあ、それの進捗を踏まえて、発表させていただくということで、今回オープンソースサミットジャパンの方で発表しました。ベースとなっているところはエンベデッドリナックスカンファレンスで発表した内容で、6月じゃなくて4月の、ジャンボリの時3月のジャンボリの時に話したような気がしますが、3月の時にいた人、じゃあ比較的いろんなところをカバーしてないというところがあったので結構真面目に話します。よろしくお願いします。ですね、シビリンクインフラストラクチャーなんで始めたかっていう話なんですけど、それは私たち今の、社会インフラの分野で、かなりこう Linux っていうのが使われているっていう状況になってきています。実際に鉄道、電力、それ以外 の工場とかもオートメーションなども含めてやってますし、あとヘルスケアの分野でもかなり Linux 使ってます。でこれに共通した問題っていうのが結構あります。大きな問題がまず一つありまして、それはですね、例えば鉄道とかのシステムって25年から50年くらい生きながらえるんですね。でとなると下手すると私たちが退職するよりも長く生きている、そういう状況になります。実際そういったものを作るときにじゃあどういうふうにやってるかというと、作るときも結構問題でして、作るときまず3年から5年かけてものを作ります。これ結構長い時間かけて作るんですね。でそのうちの2年から4年がお客様向けの、スペシフィケーションにこう合わせ込む作業というのをやります。で最後に1年くらいかけて、サーティフィケーションを取ってでリリースするんですけど、リリースした後また何か不具合とかちょっと修正が入ると、またそれごとに3ヶ月から6ヶ月かけてもう一回こう検証作業とかをして、もうサーティフィケーションをやりました。でこういうことをしながら25年から50年とい こう長きにわたって生きていかなくちゃいけない。で私たちこれをやるにあたってどんなことをしているかというと、ですね、結構似たようなことを皆さんやっていて、例えばリアルタイム性をきちんと満たすようにするとか、あと信頼性の面でも例えば1台壊れてもちゃんと他が生きながらえるようにしておくとか、もしくはハードウェアのエラーをちゃんとディテクトできるようにしておくとか、そういったところでいろんなことをやります。で最終的にこれをやった上でいろんなドキュメントを作ってレビューして輸出管理してってい こう流れを得てやっと製品に立つんですけど、これってよく見てみると実はですね、技術的な面で考えると結構Linux に関しては似たようなことをやっています。で似たようなことをやっているのに同じようなこうメンテナンスのサポートをしますということで、私たちまず一つは
問題としてはやっぱりこう長くにわたって生きているシステムに対して個々の会社で一生懸命こんなことやっていても結構コストがかかって大変だよねっていうのがあります。でこの辺の問題って意識って皆さん同じ問題を持っています。でもう一つは製品化するにあたって当然ですけどこう製品の質を高めていかなくちゃいけない。でも質を高めるんですけどさっき上田さんのこうあのプレゼンにもありましたけれども要は自分たちの競争領域にならない部分に対してもかなりのこう努力をして、まあ、製品の品質を高めていく。ですからそんなことをやるんだったらやっぱりこのロングタームメンテナンスとインダストリーグレード要は産業向けの品質っていうのをちゃんとコラボレーションしてできるようにしたらいいんじゃないかということで、まあ、CIP が立ち上がりました。CIP はそういった意味では本当に産業界で使っていける特に長い長期にわたってこう使われるような社会インフラ向けのシステムのようなものでずっと使えるLinuxっていうのを作っていこうということを考えています。でどんなことをやろうかという話で、一つはメンテナンスコストをちゃんと共有していくっていうだけじゃなくてやっぱりこう今後 IoT とかそういったこう社会情勢を踏まえた変化に社会インフラとしても対応できるような開発もきちんとやっていく。で最終的には各社自分たち の競争領域においてはこう素早く製品を導入できるようにしていきたい。要は一つのベースの部分があって、そのベースの部分の上に自分たちの技術を作る土台をきちんと作っておくというのが CIP の目的です。ですので私たちどんなものを作るかというとですね、オープンソースベースレイヤーと私たちは呼んでいます。このベースレイヤーってどういうものかというと、まあ、例えば、ハードウェアの上に、まあ、Linux のカーネルが乗っかるっていうのは皆さん想像できると思うんですけれども、その上にCIP の、まあ、リファレンスの、まあ、ファイルシステムっていう、なるべくちっちゃなファイルシステム、皆さんが共通で使うような部分だけを含んだファイルシステムっていうのを作っていって、この部分だけをベースレイヤーという。それの上で、まあ、商売するところは皆さんいろいろやってくださいっていう、まあ、形にしたいと思っています。ですので私たちこう技術的なスコープで見るとまず一つはLinuxのカーネルの中でリアルタイム性を高めるリアルタイムサポートをちゃんとやるとかあとまあセキュリティを今後きちんと見ていくとかっていったところもありますし、まあ、それを作り込んでいったものもしくは、バックボートしていったものっていうのを長きにわたってきちんとロングタームメンテナンスをしていくといったところをやろうとしています。でそれをやるため の, ツールとかコンセプトとかドキュメントといったものもきちんと、ね、用意しようというのを今、やろうとしているところです。で実際にこの技術マップこれ詳しくは言いませんけれどもこれはですね、かなりこう実際にどういったところでオープンソースのすでにある部分とコラボレーションして、どういったところは自分たちで起こしていかなくちゃいけないっていったところをいろいろ中でも議論しています。でそういった中で、今の段階でどこまで進んでいるかというと、まず一つは、進んでいるところはこのロングタームサポートをきちんと始めたっていったところと、あとそのロングタームサポートをするときにカーネルのテストとかを継続的にしていく必要があるんですけれども、そのテスト環境をきちんと作り込んだということがあります。でもう一つは、私たちは共通でやはりリアルタイムサポートってかなり重要なんですね。で今 Linux のメインラインってリアルタイムパッチまだマージされていないんですけれども、まあ、そういった活動に対しても、まあ、CIP としてもきちんとコミットしていきたいということで今このリアルタイムサポートのところを始めています。でまあ、じゃあ実際どういう状況にあるかっていうのを、まあ、表したのはこの辺の図なんですけれど、CIP の、SLTS カーネルという意味ではもう基本的にメンテナンスを始めていて、CIP の、カーネルテストフレームワークっていうのを作り込んだっていうのが今の状況で、それで CIP のコアパッケージという本当にこうミニマムのベースレイヤーを作るためのパッケージに関しては、まあ、コンポーネントセットを未だにこう一生懸命選んでいるというところを
です。で、まず最初にこのじゃあ SLTS パネル の, あの状況について説明させていただきますと、SLTS カーネル、私たちは CIP のカーネルとしては、Linux 4.4 をベースにすると決めました。でそれに対して、メンテナーを決めて、メンテナーは今、ベン・ハッチングさんがやっています。で彼はデビアン の, カーネルメンテナーとしてもかなり有名な方で、ロングタームに、ね、カーネルをメンテナーするっていう、技術も持っているところです。でそれを、今 CIP の中では各社内でバリデーションしていたりするというのが今の状況です。でそれプラス今 CIP の SLTS にプリエンプト RT のカーネルをマージするという作業を、しています。で最終的にこれのメンテナンスビルドを10年から20年やろうとしている。でやっていることは今の状況で、この中央の黒枠のところはすでにできているところで、CIP は基本的にステーブルノーブルダンチから、取ってくるといったところに取ってきて、で CIP 独自のパッチを、いくつかしていくという形になっています。でこの独自のパッチっていうと結構ですね、後で大変なことになるんじゃないかって、大体こう皆さんここにいる方だったら容易に想像つくと思うんですけれども、そういった中でも要はメンテナンスをなるべくこう継続できそうな部分のみを取り込んでいくっていう方針に従って取り込んでいます。ですので、今の時点だと本当にセキュリティ の, 機能を向上するパッチをいくつか取り込んでいるというのが今の状況です。で、今はですね、このステーブルブランチ 4.4 というのは LTS のメンテナーのブレイクさんがずっとメンテナンスしてくれていて、それをどこかのタイミングで引き継いでいければなというのが今の状況ですが、もしかすると 4.4 は別の方が一旦引き継いだ上でまた CIP の来るかもしれないので、あと2年くらい伸びるんじゃないかなという噂もあります。でもう一つの方ですね、ステーブル RT の方は今VMware のスティーブンさんがメンテナンスしているものなんですけれども、こちらについてもメンテナンスを実際引き継いでいくということを、議論を始めています。で、ですね、CIP の関連のメンテナンスポリシーとかは既にウェブでドキュメント化されています。だから基本的にはアップストリームファーストポリシーを取っているので、まずはアップストリームにパッチを投げて、で、きちんと議論してから取り込んでいこうというのが基本方針です。でこれ一つ大問題とか結構時々あるんですけれども、例えばですね、最近私が遭遇した問題ですと、4.12 のカーネルに、一つ何度のフラッシュのパッチを投げたんですね。で 4.11 くらいで何度のレイヤーががらりと変わっていて、これバックポートするよりももう一回作った方がいいよなっていう感じになっているで、そういうこともあります。ただですね、ドライバーとかは比較的セルフコンテインドにすることが状態ができるのでいいんですけれど、サブシステムとかそういったところではやっぱりこうきちんといろいろと考えてメンテナンスをしていかなくちゃいけない。特にセキュリティパッチとか来た時は結構サブシステムとかが変わっちゃっていると、どこまでその影響が 4.4 に来るのかといったところもきちんと考えて、バックポートしていくといったことが必要になります。そうはいえ、やっぱりこう一旦アップストリームで直っているものっていうのをきちんとベースにして我々も考えていこうっていうのはきっと基本方針としてやっています。はい、はい、どうぞ。デビアンが 4.4 今カレントなのかな、もう今ストレッチ出ちゃったからあれかもしれないんですけど、デビアンもセキュリティ自前でセキュリティチームでやってると思うんですけど、それと歩調を合わせてるのか、もう CIP は CIP で独立して必要なのをちょっと取っているのか。 CIP は CIP で今独立している状態です、というのはなぜかというと、デビアンのストレッチは 4.9 がベースになっているので、ベンはベンで、そういった意味ではその2つを、やるとしているという状況。その結局ユーザーが OK 多いほどカナリア多いみたいなのとか、あとそのセキュリティパッチってコードの行は 2,3 行なんだけど、めちゃくちゃインパクトが大きいので、やっぱりコストがかなり高いっていうところで、
どうやってそのコストをみんなで共有できるかなっていうのが割と気になりました。いや私も そこはすごく気になってるんですけど、まあ 4.9 と 4.4 だとまだそんなに、ギャップがない、すごい、まあ、離れてることは離れてますけど1年くらいしか離れていないということでまだまだ4.9 にダンバックポートしてから 4.4 というパスもあるんじゃないかなとは思います。で場合によってはやっぱり 4.4 というのも、うん、実はすでに 4.4 を使っている会社さんとかもありますので、まあ、そういった方々とも音を合わせてやっていけるような団体制にできればなと考えています。そうだ、カネル 4.4 すみません、ウブンツの LTS でした、ね、そう間違えました、ちょっと混ざって発言してしまいました。はい、ウブンツってでも LTS やっても時々カーネルバージョン変えたりするいや変わらないです。変わんないですか。最初に出したカーネルとその後に、カーネルバージョンが上がってからハードウェアサポートのために、ポイントリリースされるとカーネルバージョン上がるんです。そうポイントリリースで上がったんですよ。でなんで最初から固定させるっていう設定ができるので、そうするとリリースされた最初のカーネルがずっと使えます。で、オブンツはポイントリリースでハードウェアサポートを増やすためにカーネルを上げるという戦略を取ってて、それはユーザーが選択できます。あれポイントリリースはその前のポイントのやつ、前のポイントのやつは消えるんですけど、最初のバージョンだけは別で、要するにLTS リリースされたやつ、最初だけは5年フルでやります。そのハードウェアのサポートのやつはどんどんポイントリリースごとにこう進んでいっちゃうっていう、そういう。それはいいこと聞きました。僕は何でしたっけ、カーネルバージョンが変わった時点で、そこから先はそいつに対してね、5年、だから5年のうちのあと残り3年をメンテナンスすると思ったんですけど、いや違います。そうじゃないです。2種類あるんで、ちょっとそれは確かにパッと見るとわけわからないんですけど、ちゃんと見るとそんな、また後で共有します。ありがとうございます。まあ、ただ確かにうちのメンテナンスでも V2 のパッチって見る必要あるよねっていう話も実際しています。で今のところでそういった中でバックポートされている機能としては、セキュリティの KSPP の機能だけいくつか取り込んでいるだけで、まあ、それ以外の差分というのは今の状態ではないというのが CIP の PS の関連状況です。でもう一つ今回ですね、大きなアナウンスとしては、CIP として、リアルタイムリナックスプロジェクトをきちんと関わっていくということで、リアルタイムリラックスプロジェクトのメンバーになりましたよというアナウンスをしました。でこれはリアルタイムリラックスプロジェクトってプリエンタ RT をメインライン化するという比較的こう長いロードマップをかけそうなプロジェクトなんですけれども、まあ、これに対して、やっぱりこうきちんとメンテナンスをするというエフォートを、私たち将来的にはプリエンタ RT をこうちゃんと取り込んだ状態でメンテナンスしていきたいので、一番今のこう困った状況って、じゃあカーネルここに絶対2本なんですね。この2本になるのを1個にしたいっていう、そのこう目的のために、きちんと私たちが必要な部分っていうのは、やっていこうっていうところで、まあ、実際この、RT Linux のプロジェクトに入りました。で、そういった意味では、4.4 は別々のブランチになっているっていうんですけど、それを、やっぱりメンテナンス、CIP としてもメンテナンスしていかなくちゃいけないっていうのがありまして、まあ、それに関しては、CIP のメンバーの、ダニエルさん、シーメンスの方なんですけれども、まあ、彼が、ステーブル RT のメンテナンスを、スティーブンから引き継ぎたいという話を今、実際持ちかけています。で、スティーブンさんにも、実際オープンソースサミットジャパンの時にその話したんですけれども、まあ、いつまで、これってメンテナンスするんだったっけって言って、次の多分1月くらいじゃないっていう話になって、その後って言ったところで、やっぱり彼は彼で例えば、ステーブル RT をリリースするときにリリースするためのテストをどういうことをやっているかとか、そういったところを技術を持っているので、そういったものをダニエルの方に要は教えてくれるっていうところまで、まあ、コミュニケーションが取れている状況です。で、アウトブツリーの、カーネルに関して、違う、ドライバーとかに関しては、今 CIP で公式にサポートしないんだけど、まあ、一緒に使いたいっていう人は、オンリストで自由に使ってね、その代わりちゃんと考えて使わないとダメだよっていうのが今の状況ですっていう。
でも多分大体の人がこれをやる羽目になると思うんですけどね、今の状況でも。ただ CIP の、 ベースの部分のところはちゃんとバリデーションして、テスト結果はみんなで共有していくといったところは持っていきます。で、次 の、 リリースサイクル2から4年って言ってるんですけど、どのタイミングであるかっていうのが結構問題でして、本当は今年 4.9 って言ってもいいのか 4.14 って言った方がいいのかとか、なんかいろいろ話も出てはいるんですけれども、やっぱり、ね、どっかの何かのタイミングで誰かと一緒のこう歩調に合わせたいっていうのがあって、一つは LTSI の、活動ですね。でもう一つは、例えば、デビアンとかそういったディストリビューションの活動と合わせるっていう案があって、今ずっとどうしようかなっていうのをまだここは正確にいつ言っているとは言えないです。ただ 4.9 っていうのは今のところないです。で、次のバージョンで、LTS が 4.14 になるので、そこをどうするかっていうのはちょっと議論のしがいがあるなとは思いますけれども、ここで 4.14 にすると何が問題になるかというと、多分次に例えばデビアンとかに合わせたいとか思った時にまた1年あれっていうそういう状況になるので、またいろいろとこう難しいことがあるかなと思っています。ただちょっと今の状況では2から4年といったところでやっていますし、実際今 CIP の SLTS 使い始めて、実は CIP のメンバーとかっていうのはもう 4.4 を使って、製品とかの開発とかもしているところがかなりあります。そういった中で自分たちがこう使うと結構のメンテナンス並行とか、あとバックポートとかっていったところも必要になって出てくるので、その時点でもっといろいろ議論できたらなというのがまず一つあります。あともう一つはやっぱりルネサスさんっていう SOC ベンダーさんが加わったことで、SOC ベンダーから の要求っていう意味でも、SOC 依存部の活用をきちんと取り込んでメンテナンスができる状況にしたりとか、そういったこともやっていきたいというのがあって、今は 4.4 をきちんとやるっていうのは一つの目標になっている状況です。で、ここからが CIP カーネルテストの話なんですけど、カーネルのテストっていう意味では、今ですね、やってるのは基本的にはバグ発見してリグレッションを見て、で、あとは、これを継続的に行うということをやりたいと考えていました。で、それをやるために、ボードアットデスクシングルディベロッパーというツールを作りました。で、これの、今の状況がですね、ここまで来ている状況で、実際もカーネルのテストができる状況までは来ています。で、今回、アナウンスしたのは、これ、ボードアットデスクを、もう、オフィシャルなリリースという形で、前回、エンベッドプレイヤースカーマンスベータリリースだったんですけど、これ、オフィシャルなリリースってことで、やりました。で、どんなことをやったかというと、カーネル CI とラバ V2 を、一つの、VM 上で動かせるようにしたっていうのはあります。で、これ、カーネル CI とラバ両方とも、立ち上げた人は分かると思うんですけど、片っぽを Ubuntu に対応して片っぽをデビアに対応してですね、それを何とかして、一つの環境の中に無理やり詰め込んだというのが今の状況なんですけど、なんでこんなことをしたいかっていうと、やっぱりこうカーネルをテストするためにそのテストの環境を作るだけでものすごい時間がかかってきたら大変じゃん。だからすぐに使える VM 環境を用意して、手軽に、カーネルのテストを CIP のカーネルテストだけじゃなくてカーネルのテストができるようにしよう。その時に実際コミュニティで使っているツール、カーネル CI ってかなり今カーネルコミュニティでは使われていますけれども、それと同じ状況を今使えるようにしようというのがありまして、こういったものを作っています。で、実際もこれソースコードも全てリリースされてますので、よかったらすぐに使える状況になってますし、 VM イメージそのままこうダウンロードして結構巨大なんですけど、それをそのままですね、何の上だったっけ、バーチャルボックスの上かなで走るようになっている。で、なんで KVM じゃないのっていう質問がここで来るんですけど、大体そういうと結構ですね Windows の人が多いんですよなのでうちもそうなんですけど、標準環境は Windows で、Linux はなぜかコンソールベースで使うっていう人が多いので、そういった意味で、Windows でも Linux でもちゃんとは使えるバーチャルボックスっていうのは、選択されています。バグラントベースですよね。バグラントというのは、バグラントベースでいろいろとこうなんか作りはするんですけど、基本的に、そうです。だからソースコードから作ることもできますが、
VM ダウンロードした方が多分簡単なんじゃないかなと思います。一つ心配はこのダウンロードって確かに Amazon の、ね、AWS のところに上に置いてるんですけど、パケットってどのぐらい取られるのかなっていう。まあ冗談です。あとはまあ CIP のテストとしては、あとですね、CIP の、まあ、テストって、これで一つのこう継続的なテストに関しては環境ができていて、皆さんテストができるので、次が、テスト結果の共有というのをきちんとしていく。でそれのために、まあ、リポジトリを CIP の中でテスト結果共有のためのリポジトリを作って、今そこに対して、プッシュできるようにしていくということを活動しています。この辺 の, あのアップデートについては、エンベデッドリナックスカンファレンスヨーロッパが2000あるので、そこで報告したいと考えています。まだプロポーザー書いてないんですけどね。で、あとは、まあ、コアパッケージの話はですね、まだちょっとこのギャップがなかなか解消できないといったところで、まあ、コンポーネントはこんな感じがいいよねっていうんですけど、バージョンどうしようっていうと結構ギャップがあるといったところが今解消できていません。実際ミニマムなものを作るっていうのは前から言ってるところなんですけれども、そういった中でミニマムなものをとりあえず作っちゃおうっていうプロジェクトを始めたのはプロジェクト X という名前で始めています。で、ちょうどこうね、日本のオープンソースカンファレンスだったらプロジェクト X っていうとみんな喜ぶかなとか思いながらこうね、なんか、ね、トンネル掘っちゃうぞみたいな話なんですけど、まあたまたま私たちは別に CIP プロジェクト X という名前で始めていますが、これはですね、まあ、CIP のカーネルとミニマムのルートファイルシステムを、作って、すぐにこう動かす環境を作れるようにしようというプロジェクトです。で、そのゴールの中にまず一つインプットはデビアンのソースかバイナリーと CIP カーネルを組み合わせて、でビルドメカニズムとしては、まあ、ベッドベイクとかデビアのビルドシステムどっち使ってもよくて、アウトプットとしてはミニマム の, まあ、ベースシステムを使えるようにしよう。でこういったこう活動を一応目標としています。で実際のソースコードは出ているんですけれども、すでに QM の X86 上、これ64ビット環境上と、あとはあと ARM の、ビーグルボンブラックとあとサイクロンブリー向けにルートファイルシステムが作れるようになっていますっていうのと、今ですねちょうど、ルネサスさんのリファレンスボードを、まあ、ソースもいただいたので、それをこの中に組み込むっていうのを今ちょっとうちの中でゴニョゴニョとやっている最中です。でそこソースなのであと 1,2 週間くらいでこれもう1行くらい増えるかなっていうのが今の状況です。でこれをどこまで例えばパッケージ含めるかとか、そういったところは実はもうちょっと先の話でよくて、まずはこの CIP の、ルートファイルシステムをまず起動してすぐ組み込み向けに使える、ある程度使える状況に立ち上げるっていう、まあ、環境を提供するってい う, こう目的でやっています。で今の状況はですね、これビットベイク使って弊社の話になるんですけれども、弊社これはあとうちの林さんが発表しますけど、でデビーの、環境を使って、全てデビアのソースコードと CIP カーネルを使って、ルートファイルシステムが作れるようになっています。今のはもうおさまりできる、はい、このプロジェクト X 行けばこのプロジェクト X 行けばチェックアウトして A ってやれば A ってビットベイクするための環境を整えて、セットアップってやればですね、こうポーキー持ってきて、デビ持ってきて、でなんとなくゴニョゴニョセットアップをして、あとビットベイク実行してねっていう状況まで行くので、そこでビットベイクを実行すると、何でしょうね、とりあえずログインプロンプトはないです。いきなりルートで入ったら入る状況ですが立ち上がるようになってます。でも立ち上がるんですけど、多分ちょっとそこに林くんにお願いして 3日くらい働いてもらうと、もうちょっとマシな環境ができるんじゃないかなと思っていますが、ちょっとね今忙しくてなかなかそこまでお願いできない状況にいます。はい、で、開発計画としては、まあ、一生懸命こうホップステップジャンプでいきますよっていう話をしていて、
もう一つあのニュースリリースしました。今回あのホワイトペーパーって1年の活動の成果をこうきちんとまとめたものをあのリリースしました。まあ、こういうなんかこう広報的なこともやること結構重要かなと思っていて、ホワイトペーパー、CIP ってプロジェクトどんなことやってるかとかそういったものをあの4ページくらい あの短いそこ冊子にまとめたので、あのもしよろしかったらあの見てあの会社の方々にも紹介していただければなと思います。特にあのこういうこう、インフラ関係の分野とか信頼性の高い分野でリラックス使いたいっていう時に、まあ、CIP って活動があるよっていうことをこう周知していただければいいかなと思い、あのこういったものを作りました。で、今回 LinuxCon Japan に来てくれた方だけにという、こう、じゃあ間違えた、オープンソースサミットジャパンに来てくれた方々だけに特別に日本語バージョンも用意されていますっていう話をここでしたんですけど、今は日本語バージョンもこのグループページに上げました。なのであの皆さん日本語で読みたかったら、あの特にあのね、なかなかこう英語にこう未だにこうなかなかあの敷居が高いと言っているあのこう偉い方々にこういったものをって言った時は、まあ、日本語を使っていただけるとより話が弾むのではないかと。その後ろにこう英語版をやってるとこって国際的なプロジェクトなんですよなんて言えて、ね、思ったらでいいかなと思っています。なんかどんどんセールストークになってきちゃうんですいません、まあ、そういった意味ではですね、あのかなりこう CIP として活動を着々と進んでいます。で今回は、まあ、CIP 4.4 というのをきちんとリリースしていて、まあ、メンテナンスもあの行われている状況です。でメンテナンスという意味では 4.4 の69の CIP4 というバージョンが最新の CIP カーネットとしてリリースされています。あとはルネサスさんの、RZG がリファレンスボードになっています。でそれに向けて今ですね、CIP の中でも、まあカーネルのメンテナンスをしていこうとしていますし、あともう一つやっぱりリアルタイムパッチ ある状態できちんとテストされているということも重要なので、まあ、そういった意味では、まあ、ルネサスさんのボードとあと、まあ、ビーグルボーンブラックを使ってそういったテストもやっていこうと考えています。でそれをやるための、まあ、ベースとしてというかベースのテスト環境としてはボードアットデスクをリリースしましたし、あとはちょっと CIP のミニマムのルートファイルシステムを作りたいっていう意味では、まあ、プロジェクト X の環境は使えるようになっています。で、こういった活動については、まあ、ホワイトペーパー参照してくださいっていうふうになっています。で、あとは、ネクストステップとしては、まあ、ボーダットデスクとかいろいろやっていきます。で、ボーダットデスクは、まあ、環境できたので、アクションツールとしては継続的な、まあ、CIP としてのオフィシャルなリポジトリのテスト結果を共有していくといったことをやっていきます。あとはカーネルメンテナンスもカーネルフィーチャー今ですね絞り込み少しでも絞り込みたいと思っていて、今の状況よりももうちょっと絞り込んでやる状況でメンテナンスということになると思います。で、あとはまあコラボレーションいろんな関連するところとはきちんとコラボレーションしていくことをしています。でこれ私たちは CIP のブースをねオープンソースサミットジャパンに出してたんですけど、これ結構面白くて日立さんがなんかコントローラーを出していて、コントローラーのところでモーターの制御してるんですね。で CIP のカーネル一応こう使っていますって言っていました。まあ当然なんですけどね。で、うちの方も電力 のプラントの制御のため のコントローラーで、トリプルリダンダントって3台こう どっかが潰れても絶対誰かが1個生き残っていればなんとかなるっていうそういう、こうデモをしてました。でそのデモに対して本当にこう何でしたっけ、LAN のケーブルを抜くということをしたのは私だけ見たったみたいで、私が抜いて「アラート出てるよ」って言ったらすごい怒られました。ただちゃんと動いてるじゃんって言って、まあね、事だけを得たんですけれども、まあ、そういったことで結構ね、信頼性実際に信頼性高いシステムで使っているっていうデモをやっていました。で、まあ、面白かったのは CIP のカーネルをリリースしましたよって言ってるんですけど、ここもここもみんな RT パッチャーって言ってるんですね。なので、まあ、結構 RT パッチ重要ですっていう、まあ、そういうデモになってました。あとね、もう一つここにルネサスさんのボードもいて、ルネサスさんのボードはテスト環境をずっとデモしていて、あとここにプラットフォームさんのデモもいて、これ IoT のオープンブック IoT ってやつでしたっけ。で、まあ、なんでしょう、センサーをこういろいろとモニタリングするっていうデモをしていました。なかなかこう盛況でした、思ってるんです。
で、まあ、ここからはセールストークなのであまりしないっていうことで、どうもありがとうございます。何か質問とかあれば。はい、どうぞ。ルネサスの評価基盤上でも、はい、正式にリリースされたようなものが動いてます。それともまだ動かし中。今ルネサスさんは CIP のカーネルにバックポートをちゃんとやっていて、でそのカーネルがちょうどリリースされたので、それで今プロジェクト X の、ルートファイルシステムを作る環境と組み合わせる作業をしているという状況です。でそれがもうしばらくすると出てきますよ。そうですね、はい。そのちょっと聞いてて思ったんですけど、はい、うちの会社の中とかだと、はい、そんな大量に出るわけじゃないけど、はい、なんかこうちょっとしたの IoT 的なものを作りたいみたいな 人たちって結構いて、そういうのに使えないのかなってちょっと思いました。あ、結構長時間使うので、はい、長時間、それって例えばプラットフォームさんのオープンブリック IoT みたいなのとかも使えるとか、あとはもしくは評価基盤みたいなので使いたければ例えばルネサスさんのコードを使ったりとか、はい、まあありますけれど、あ、他のやつちょっと聞いてみます。用途によってやり方あるかなと思います。今回 CIP の中で使った、はい、もう一応オープンソースにはしたんですけど、本当のところに還元していくっていうのは、どこですか。例えばその、はい、テストケースとかを、はい、もうちょっとその、いろんなところで統一していこうっていう話とかは出てるんですか。ほぼ基本的にはテストケースは、まあ、まず全てオープンソースにしようとしています。で、それをどこに還元するかっていう意味では、まあどうやって還元しようかっていうのが今悩みどころで、誰か受け入れてくれるっていうのがあれば受け入れ先を探そうかなとは思うんですけど、ね、まず還元が出るところの形成のテストとかですか。ああいうところはどうされてますか。おそらく形成のテストは一つの、まあ、アイデアだと思ってます。で、まあ、どっちかというと、ね、それ今ね、何でしょうね、カーネルテストで、どうしよう、うち今フエゴもやっていてで、フエゴの周りで KSLF テスト結構一生懸命使えるようにしようっていうのがあるんですけど、このテストケースってなった場合、やっぱりそういった意味ではもう、うちはもう CIP のカーネルテストとかそういうことを考えずに KSLF テストにとにかく入れ込んでいくっていう話になっていくんじゃないかなと思います。なので多分テストケースっていうのは、テストケースって多分これも CIP も CIP のテストケースっていうのを集めますけれど、それってテスト環境とはまたちょっと独立した感じになるので、まあ、それはそれできちんとコントリビューションしていければなというのはあります。ただKSELF テストってどちらかというと何でしたっけ、短時間で終わるテストじゃないと受け入れてくれないじゃないですか。まあ、その短期のテストですか。そうそう、なので多分 CIP のユースケースのテストって多分1週間くらい走らせて初めて結果が出るとか、そういうケース、テストケースとかも結構出てきちゃうと思うので、まあ、そういったところは多分そういうテストですよっていうふうに言って、でそれとこれを組み合わせて全体的なテストをこう流すとか、あとショートタームのテストとロングタームのテストって別々の環境何社もいるので、その環境の中で、まあ、ここでショートタームのテストをやって、ここでロングタームのテストをやって、で同じコードでやってるから、まあ、結果共有しようとか、そういう形に持っていければなってはあります。だからファンドを作ってそれで一緒にやるって言いますか。ボードファームを作る予算はちょっとどちらかというとボードファームは各社ごとに持っていて、でそれぞれ のボードファームで実験した結果を共有するっていう形に今しようとしてます。そういう意味ではカーネル CI のボードと一緒にやっていくっていう話はカーネル CI.org の方はベイリブレっていう会社の方がカーネル CI の方を結構一生懸命やってると思うんですけれど、まあ、彼らともお話をしてはいます。
でそこと本当は一緒にやりたいと思ってるんですけど、彼らは今あの今、CIP ってあのバグラント使ってあの VM イメージ作ってますけど、彼らは今 Docker の方に行こうとしているっていうのはありますよね。ただちょっと Docker のその方向ってまだ全然見えてこないので、まずとりあえず動くものっていったところに今あのこの VM イメージっていうのを取りましたけど、そうじゃないところでちゃんと Docker の方に行けるんだったら、そこに対してはコントリビューションしていこうっていう話も中ではしています。今、ジェナスやってる Docker の試合どういうのかって、基本的にはボールファウンディーになって、はい、で、スポーツで定期テストを動かしていられるという形にしてるんですね。それ、つまりその観点では今ちょうどね、CIP の関連をずっとテストできるようにっていうのは、ちょっと持ちかけてみようっていう話はしています。ただそこまで言ってはいないんですけど、やっぱりこうあちらってアップストリームの方が優先じゃないですか。でその中で、まあ、CIP の関連としてどこまで受け入れてもらえるのかっていうのはちょっと考えなくちゃいけないなと思ってますけど。ただね、同じ環境を使ってるんだから、ぜひこういうのを一緒にできればいいですし、まあ、メンテナンスって言っても基本的にアップストリームファーストでアップストリームでフィックスしたものは CIP に入っているので、まあ、そういった意味でも、まあ、両方のアップストリームとステーブルのところでの両方で貢献できればなっていうのはあります。もうちょっと考えてお話してたら、はい、久しぶりにはなんか効率できるようになったり、そこってCIP の中でも聞きました。デイリングエでこっちがあるのになんでそっちで行かないのっていう話もしました。今のまずはって言ったところでこうなっている状況で、まあ、未来英語をずっとボーダントデスクっていう環境を使っていくかっていうと、そこもまだ確定はしていなくて、例えば、まあ、カーネル CI のエフォートとプレゴのこう活動と、まあ、うまくこう何でしょうか、方向性が合うところっていうのを意識しながらきちんとやっていくっていうのが一つのやり方かなと思ってます。はい、でそうなんですよね。でカーネル CI の方はいわゆる基本的にビルドとルートのテストって割り切っちゃってとかっていうのもちょっと言ってたかなと思ったんですけど、要は細かなテストやりたかったらクエンを使ってゴニョ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 やるっていうやり方もあるんだなと。そのことは今半分ぐらい動くようになっているんですけど、はい、新しい動きでラバトを一緒にしていこうとしていて、なんでラバトを一緒にしていこうとしていて、はい、パネル試合とか、はい、だから最終的には高校テストだけじゃなくて、一連のテストは一通りこなすっていう、はい、すいません。カーネル CI 自体はまだ今ブーツテストオンリーでした。そうです。ですよね。今はやっぱり、ベンチマークというか、なんか今までのことを、ちょっと一回動かすのに、切りなくなるかな。うん、そうなんですよね。うん、で、うちの多分継続的なテストって、いろんなものを動かして、きちんとやっていきたいっていうのがあって、っていうのがあって、ちなみに今平松さんのお話だと、カーネル CI としては、今新しいのってオープンで開発されてるんですか？オープンでやってるみたいですね。NKFP っていう名前で、なんか、ここのサイトみたいなのが出てたんです。おお、すごい、いいことです。ちょっとそれメモっておきます。NKFP コード。FT ディファンクションのテスト、メインは KSELF テストを内部で実行するような感じですか？今ってそういうことだと思いますけど、これも多分パスできるんじゃないかと思います。なんかどれが公式だよく分かるっていうそれは多分、スリーナーコネクトっていう歌が書いてあるので、はい、それから、
わかりました。ありがとうございます。平本さんとこう話をする機会があると、いろいろとね、こう、いや特にこう私たちが一番気になっているのカーネル時代の話とかいろいろ聞けて、非常に助かっているので。他に何かありますか？いや、どうもありがとうございました。